あの江本さん、今日はせっかくですんでね、ちょっと昨日実はここに伊勢正三さんがいらっしゃって。伊勢さん、そうですか。なんか江本さんも演技を、いや昔ね、もう伊勢正三忘れてると思いますけど、私が何を間違ったか、なんか LPA のね、はい、何曲か入れたことがあるんですよ、レコード。そしたらね、はい、伊勢正三さんが書いてくれた曲があるんですよ。それがタイトルも曲もさっぱり覚えてないんですけど。そうなんだ。あらこれネット検索しても出てこないんですかね。どうなんでしょう。そうだろうね、LP が唯一あったんだけど、大阪の知り合いの、シール屋に、の天井に飾ってあるんですよ。あ、そうですか。実は昨日からこのスタジオにはずっとギターが置いてあって、江本さんは、まあ実はこの歌、ギターもですね、うまいんです。いや、ギターはダメです。俺リズム音痴だから。ベースもやるし、江本さん。いや。一応楽譜用意させて。いや、楽譜用意もいらないです。ちょっと触りをお願いします。そっから先やるっていうの？この坂道は霜降り橋まで続きます。逃げ出すようにあなたの部屋を飛び出してきたのはほんの今。こうなることは分かっていたけど、別れの言葉のさよならはとても悲しいものなのです。この坂道の周りには冬の名残はないけれど、心の中は冬、中は冬景色、今日は季節が先回り。すごい。もうスタジオの外みんなスタンディングオベーション。女性ファンが、いやそうすごいですよ。もうちょっとうまくできるんですよ、普段は。いや、ちょっとさすがに上がった、ね、これぐらいで勘弁してください、これ以上うまくなっちゃうと思う。本当ですよ。いやこれね、松本さんの顔見てたからできたんだよね。これ他の人の顔だったらもうぐちゃぐちゃになってるところ。いや素敵でしたね。いいでしょ。また江本さんね、本当に体こう大きいし、いやいや足長いから、もうギターがね抱かれてるように見えるんですよ。かっこいい。私やるとバタが見たくなっちゃうんですけどね。これね、はい、線が細いでしょ、このギター。はい、まあ、ネックも細いし、指がもうあちこち行ってもう。そう、ちょっと江本さん、手大きいから、はい、ガットギターぐらいの方がね本当はいいのかも。でもこうやってちゃんと、いやちなみに江本さん今のなんていう曲ですか？あれはね、私の友達が昔作った歌はね、霜降り橋までっていうね、霜降り橋、曲なんですよ。霜降り橋って板橋にあるんですね、それでもう30年以上前に、それを覚えたんですけど。なんていう方なんですか？いやもうそれは名前ちょっとよくわかんない。あ、じゃあもうそのプロの歌手ではなくて、江本さんの作ってもらったんです。はあ、いやーすごいな。いやいや、もう昔のフォークソング系ですよね、昔のね。江本さんだから俗に言う大塚白道さんとか、井上陽水さんとか、あの辺は結構ね、この前も渋谷のオーチャードホールね、陽水さんの聴きに行きました。あ、そうですか。いつも当たんないですよ、いいところが。そうですか。いつも後ろの方でね、陽水さんか、長嶋さんか分かんないような。そう。いや、江本さん、背が高いんで、前に座られると、後ろの方が多分見えないじゃないですか。いや、あれね、素晴らしい劇場ですよね。お茶室も、椅子も広いしね。ここで、年に1回やると必ず行くんですよ。陽水さんって、我々の世代のあれじゃないですか。ね。いやー、もう江本さんはね、野球で辛口の解説やってますが、ちょっと一皮二皮めくると、いや、いろいろ出てくるでしょう。ねえ、うわ、はい、またリスナーの方からも多分メールが来てるんじゃないかと思います。今日は江本健則さんとお送りしています。日本放送をキーステーションに全国ネット、松本秀夫と渡辺和弘、今夜も音パラ。
さあ、この時間をもちまして KBS 京都沖の方とはお別れになります。はい、はい、メールが来ておりますね。はい、ラジオネーム真っ白白助さん、ありがとうございます。ギターを始められたきっかけって何だったんですか？どこかの誰かさんみたいにモテたいからじゃないですか？いやだです、あの大学1年の時にね、合宿所で2級先輩がね、はい、禁じられた遊びをこうやって弾いてたんですよ。あれ聞いてね、ギターすごいなと思って、見よう見まねでもうコードしか弾けないんですけど。独学なんですか？いや、教えてもらったらもっとうまくやれたと思います。もう多分教えてもらってちゃんと弾けたら多分野球してないと思います。いや、あの先ほどの霜降り橋まで、実は山本さんこれレコードになってるんじゃないですか？なってるんですよ、本当だ。もうどこにも売ってないと思いますよ。バカ、ねえ、ひげ生やしてる、ねえ、しかも髪の毛がパーマかかって、うん、ね、ラジオでよかったこれ。はい、ラジオでよかった、ね、実はちょっとまだ大人を感じた音楽などを江本さん伺いたかったんですけども、はいはい、それ以上にでもあの今日は江本さんの感じる音楽を聞かせていただいたのに、ちょっとロマンチストだから俺はどっちか言ったら、いやそれはどっちか言ったら、うん、それのぴったりの曲があったよ今日ね。ちょっと機会があれば、はい、この後かけたいと思います。KBS 京都沖の皆さんとはここでお別れになります。